そうだね。マルク立ちまえば固定できるわ。ユースケ、これどうする？網を下まで下げる？これ。じゃあ、エスカルここまでや。ここでいいですか？ここまで下げてる、下げると今度は、なんかめくったりするに。うん。いや、下げとくだけ下げといて、まくる、おめねでで、あれしてくる。なんかな、シートも持ってたっすか？シート？これ、これあって。今の、また、切ってんの。前に逆に前にこれを開けて屋根に来てたけど水に溜まってきてくれないと分かる。これ持ってる前に持って前に持って開けた方がやべえ。まあこれ一番じゃあプラグインしておいて、では一番開けない今までってこれだけ降ったことってあるんですか、雨当日は。俺もそんなに長くないからまだ。あ、そうなんですか。うん、3、4年ぐらいかな。あ、本当ですか。うん、やらない年を抜かしてね、うん、あ、なるほど、うん、じゃあ久しぶりにいい雨降った感じ。そう、一回降ったことは俺一回だけあるけどね。うんうん、それはもう、2日目あたりだったっけ。へえ、もう2日目になれば、うん、壊れても何でもいいけど、うん、でも一応こう万全にこう雨養生して、ね、出てくと。ここまでするのは今回初めてじゃないかな、うん、あ、本当ですか、うん、どのぐらいかかったんでしょうか、作るの。6月から、うん、無事完成してどうですか、当日迎えて。まあ作ったからにはね、出なきゃ面白くねえよね。そうそう、あれ、塩飴もらった。はい、塩飴、はい、受付終わったら塩飴入るの。はい、お願いします。みんなは6です。6、体調悪くないよね。わからちゃん的には元気だよね。はい、OK。 で、ダメもうね、いやいや、やっとだね。3年ぶりに、うん、3年ぶりに。ああ、ほっといてなったね。そうだね。めちゃめちゃ気合入ってる。入ってるよ。じゃあちょっと意識あるうちに一言お願いします。え、意識あるうちに。意識はなくさない。一言。いやでも3年ぶりなんでね、うん、本当にここまでいろいろね、もう昨日までもいろいろあったんですけど、うんうん、まあとにかく迎えられてよかったっす、うん、なんであとはぶっ飛ぶだけです。楽しみにします。ありがとうございます。エースなんすか。ちょっと赤井さん、土川のいいところ教えて。土川のいいところ教えてくれないですか。土川のいいところ。土川のいいところは、うん、酒が入ると大人の話が面白い。あ、そうなの。え、まだ高校生でしょ。飲ませるんです。大人の話聞いてても面白いんだ。面白いっていうか、うん、すごくなんかみんな、うん、ノリがいいっていうか、ね、いろんな意味で明るく話してくれる感じ。ちょっと、まあ、酔いすぎには注意。すげえ、朝入さんがだからまなみさん止めてくれるとダメじゃないですか。止まんないよ、重戦車だよ。一番飲みますけどね、まさかの。まあまあ、飲むこの人も飲む。そんななんか悪酔いみたいなのはあんまりしない。あ、そうか、すごい、じゃあ見てるんだね、高校生ながらみんなね。
でもやっぱだって冗談言い合えるような関係なのはいいですよね、うん、いいね、子供と大人がいじり倒してますね、子供たち、一般参加の皆さん、あのジュース、お酒等ありますんでご自由に飲んでください。気まずくなるやつ。こんにちは。こんにちは。何回か言ったことある。元気です。この場にいなかった。友達でも知ってる。帰れ。元気です。ボトルはね、あれ口。一番お前の。てか男子も。イエーイ。お前は。お前はし。お前はもうアウト。どっちかっていうとお尻とこぼんキュッポンなお姉さんが好みです。キモ。キモ。見たよ。キモ。やべ、酒飲みすぎて。意識とかの子供の前で言わない方がいいですよ。酒飲んでるから。ちょっとどんな人が教えてくんね。会長ハイテンス。いや、真面目な時は真面目だよ。でもね、ほぼ頭がお祭りで。辛いって辛いって辛いって。いつも楽しそう。いつも楽しそう。そう、お祭りが頭に。めっちゃ言われてますね。なんかまあいい本捉えようか。ポジティブだね。明るいってそういうことだ。面白い。明るい。面白いよ。面白い。ちゃう面白い。結構、うん、君正直すぎる。あ, あとなんかじゃあ好きな大人いる？あの有志会で。え、あの人。誰誰誰？あ、今あっち向いてる人。おめえのお父さんや。お父さんや。あ、大塚さんね。はい。おめえの。そうなんだ。え、なんでなんでなんで？いや、教えてくれるから。この方。いいね。あ、まなみさんね。まなみさん、どういうところが優しい。優しい。まなみさんと小池さん。小池さんね。みんな好きだな、みんな。やっぱみんな好き。いい大人がいるんだね。怖い。怖い。何？ちょっとバレた。怖いけど優しいから。手が出ちゃう。手が。連続。愛があるから。練習に一人でさ、一人で吹かされるのは嫌。しょうがないじゃん。厳しいとか厳しいですね。厳しいです。それは。バレた。どういう子たちですか。そっちからのお話したいっていうのは。どういう子たちが多いですか。いや、みんないい子たちばっかりです。絶対嘘だ。違う違う、絶対嘘だ。問題児ばっかり。うるさい。問題児、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 問題児。始まりますね。めちゃくちゃ見えよ。喋らない。休憩挟みまして、小千谷小学校駐車場でお昼休憩、となります。その先は夜ね。失礼しました、夕飯ですね。夕飯の休憩となります。続きまして、木札の授業を行います。じゃあ今年の木札の授業を発表します。一番隊若頭大塚優奈。はい。Thank you.
します。なんですけども、安全に怪我なく現場に行きたいので安全祈願をお願いします。この雨の中でございますが、まあみんな今日は楽しんで頑張っていきましょう。頑張るぞー！おー！はい。練習？練習？じゃあもう一回やりたいと思います。練習、はい、練習終わり、終わり、終わり。じゃあ、まあ、雨にも負けずにこう、ね、雨を吹っ飛ばすような感じでみんな楽しく頑張りましょう。どうぞ。ありがとうございました。ちょっと人数も結構少ないんで、有志会も一般参加の人も今日はちょっと少ないと思うんで、みんなで力を合わせて無事運行できたらいいなと思うんで、一つよろしくお願いいたします。じゃあ、じゃあ締めましょうか。一応じゃあ背中です。皆さん、今日明日皆さんで頑張りましょう。元気ですか？はい、元気があれば警備もできるということで、いくぞ。1、2、3、ブワー！頑張りましょう。置いてたけど、これ、待って、すごい、始まるんです。笛違いなんだけど、お仲間にお願いします。はい、もちろんです。あすむくんね、お願いいたします。いや、すむくんいれば大丈夫ですよ。なるのかな、こう。よし、みんな頑張って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 、コンビニの方がいい。なんか、見ててくださいね。
頑張れ。
うちがね、これでね、1日目の運行は終わりなんですけれども、夕飯で食べたね、おかずとおにぎり、ジュースもいっぱい残ってますんで、お土産に持って帰っていただければいいかなと思います。横山さんがね、丹精込めて作ったね、もうなるべく多く残さないように、一つでも二つでも持って帰っていただければいいかなと思いますんで、よろしくお願いします。じゃあね、締めの挨拶、佐々木さん、いきます。はい、制作服、なんだったっけ、服の佐々木です。今日は、まあ、これ以上のない最悪の天候の中、皆さん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。明日は、これ以上悪い日はないと思いますので、明日もう一日、みんなで盛り上がって地下は一つになりましょう。お疲れ様でした。お疲れ様でした。じゃあこれに